潜水艇黒潮通行、福島町青函トンネル記念館は、北海道正木郡福島町にある博物館である。2010年5月現在、世界最長の海底トンネルである、青函トンネル建設の工事記録や土木技術が、収められた建設技術集積施設で、設備重機など、トンネル文化を体験できる。円筒を2つ並べた外観は、 地上に姿を表した海底トンネルという物語的デザインをとっている。貴重な展示資料のほか、施設の広場では朝一等のイベントが模様されていて、トンネル建設時の海底ボーリング調査に使われた潜水艇黒潮通号も展示されている。当記念館は吉岡定点の直上ではなく、福島町中心部に存在する。一方、当記念館とは、 離れているが、同定点の直上付近には、トンネルメモリアルパークという小さな公園が存在する。福島町青函トンネル記念館の前身は、青函トンネルが建設中であった1973年10月1日に開館した北海道立青函トンネル記念館である。1億8000万円をかけて建設された施設であり、2001年9月17日に、 延べ入館者数が100万人を突破したものの、建物の老朽化や入館者減少の影響で、不採算の施設となり2002年10月31日に閉館した。その後地において、福島町が町立の記念館を建設することとなり、2005年4月23日に福島町青函トンネル記念館が開館した。4億7000万円の掃除業費が投入され、 一級建築士事務所のアトリエ文句が建物の設計を行っており、施行は前田建設工業や地元業者による共同企業体が担当して、また展示品の制作はの村工芸者が担当している。シアター室の貸切利,利用には別途料金がかかる。ありがとうございます。